もし仮にお遍路始めて1日目がこれだったら俺は心が折れてたかもしれない。ちょっと危ないかもしれないな、本当に、うん、無理すりゃいいってもんじゃないからね。思い通りいかないのは誰かのせいじゃない。終わんないでほしいって思うんですよ。不思議なもんだな、こんだけ長い距離だったのに。クレイジー修験者のレックレスお遍路。はい、皆さんおはようございます。早起きには成功した。2時40分。はい、とりあえずパン食います。梶谷、悪いけど今日はマジで頼むわ。大地様おはよう。もう朝です。出発しましょう。はい、素晴らしいお宿でした。本当にありがとうございました。もう温泉も接客も素晴らしかったですね。はい、向かっていく。とりあえず道の駅ナブラ土佐佐賀かな、そういうところに行こうと思います。とりあえずね、体の調子を見たいんですぐは走らないです。はあ、空もね、星がめちゃめちゃ綺麗だな。早起きには成功しましたね。まあ今日どうなるか楽しみだな。走り切りたいね。真っ暗ですね。いや正直ね、ぶっちゃけ俺もいろんなチャレンジしてきたけど思うことあるんだよね。俺何やってんだっつって。車だったらさ、ね、2時間やそこらで今日の足摺岬行けるわけじゃないですか。ね、人間で行くから15時間16時間かかるんですよ、うん、なんでそんなことしてんのかなってたまに思うこともあるけどしょうがない、それが趣味だから。それで心がめちゃめちゃ燃えるからしょうがないよね。まあ真っ暗だけどね、でかい道だから動物とかは多分大丈夫だ。まあ一応鈴も鳴らしていきましょう。道の駅ナブラ土佐佐賀まではまあ5時ぐらいまでにはたどり着きたいですね。まあ間もなく空も明るくなるでしょう。だんだん空が白んできたけど、山にめちゃめちゃ霞がねかかってるのがわかりますね。ちょっと明るくなるのは時間かかるかもしれないな。これは重要な情報だ。センキュー。穏やかで綺麗な川ですね。伊予木川ですね。はい、こんなのどかなねところを歩いています。さっきまでめちゃめちゃおっかなかったけど、もう明るくなったからね。すげえ、伊予木川には1メートル50センチでうな丼100人前取れるうなぎがいるらしいよ。ちょっと捕獲するか。黒潮町もクジラに会える街なんだ。室戸市もクジラをフィーチャーしてたよね。はい、道の駅ナブラ土佐佐賀着きましたね。うん、さっきねコンビニ寄ってご飯食べたんですけど、今日のコンビニはかなり貴重です。なんでね、見つけたら必ず寄って食事補給していきたいと思います。さてここではね、さっきトイレ寄らせてもらったんで、寄らなくていいんでガンガン進めていきたいと思います。ここ5時着きたかったんでね、ちょっと遅れ気味だね。今5時15分です。今日のファイナルコンビニは本郷福寺の25キロ手前、土佐清水市のコンビニになるんじゃないかなと思いますね。なんで結構ね、きついと思います。しばらくコンビニがないんで、終盤。この絵、もちもちの木の人の絵じゃん。サンライズ。黒潮町の夜明けだ。我らの星横浜。すげえ、結構もう日が昇ってるな。もう眩しくてね、目、肉眼では見れません、そっち側。はい。さて、次のポイントなんですけれども、道の駅ビオス大型というところがあります。先ほどの道の駅、そう、道の駅ナブラ土佐佐賀からちょうど14キロジャストになりますね。蜘蛛の巣。はい、頑張って走っていくわ。そこまで7時半ぐらいまでに行けたら結構いい感じだな。意外と通れるな。黒潮町の朝日。イェイ。暑い。さっきまで涼しかったのは何だったんや。はい、めっちゃ美しい海です。こちらね、白浜海岸ですって。うん。暑いな。でもね、今日調子がいいかもわからん。めっちゃ安定的に走ってくれてますね、ここまで。暑さにやられて体がへばらなければ、いい感じでいけると思う。いやー、暑いな。この道はだいぶなんもないぞ。めっちゃすごいね、この景色。外国みたいじゃん。天然の。健康サンダルだよ。四万十カントリークラブまで28キロ、そんなに走りたくない。宇和島まで、まだ107キロもあるのかよ。行くかわかんねえけど。松山坊っちゃんスタジアムまで200キロも。ラッキー。山あいに入ってきた。トンネルもあるし、涼しい。やっぱ山あいの方が得意だわ。はい。ビオス大型道の駅、着きましたね。自分でもちょっとびっくりです。7時半前に着きました。さて。ちょっとトイレだけ寄らせてもらおうかな。ご飯はないだろうね。危ねえ。ちょっと慌てすぎてルートを間違えました、最初。
こっちがね、今まで走ってた国道だと思うんですけど、こっちの道行きますね。こっち海岸沿いなんですけど、若干ね、ショートカットできるみたいです。素敵な橋を渡っていきます。松原大橋ですね。ここはね、車と人間が完全に分かれてて、非常にいいですね。雰囲気がいいです。この先にキャンプ場もあるみたい。いやー気持ちいいよ、こんなとこでキャンプしたら。最高だね。贅沢だな。海もあるし、森もある。めちゃめちゃ気持ちいいし、綺麗だし、最高です。心も体も涼しいし、心地よい風が吹いてるし、ずっとここ走ってたいぐらいですね。ここはね、海からの強い風から守る役割があるみたい。足なだえ、まだあと50キロあるで。この道はね、 Google マップだとほぼ平坦って出るけど、そんなに平坦じゃない。暑い、疲れた。今日の道はね、多分四国入って過去一できつい。似ているところといえば、四宿温泉から室戸岬まで走った5日目かな。あっこに似てますね。ただし道の起伏が全然違う。何もなさぐらいは似てるけど、あっちは海っぺりだったのに対してね、こっちは山がふんだんに盛り込まれてて、アップダウンがふんだんです。非常に走りごたえがあります。もし仮にお遍路始めて1日目がこれだったら、俺は心が折れてたかもしれない。ちょっと思い返してみたけど、やっぱり今日の道が最難関っていうことはないな。初日の小三寺道を含めた70キロオーバー、そっちの方が絶対に辛かったはずだ。着いた。マジであったぜ、伝説のコンビニ。てかペースがマジで異様だぞ。おー、立派な橋やね。今からこの橋を渡っていきます。歩道ちゃんとあってくれよ。いや、ワンチャン歩道が見えると思ってたから安心した。そしてこのバカでかい川は、この橋の名前は四万十大橋ですから、四万十川でしょう。めちゃめちゃ綺麗だ。テンション上がるわ。さて今の状況なんですけど、この四万十竹島に10時前にいるという時点でかなり有利ではありますね。残りの距離が40キロなんで、まだ今日行けるかどうかっていう話をするのは早いんですけど、次のポイントがある、こっから14キロぐらい先の、すぐ忘れる。そう、土佐清水市のコンビニですね。そこがファイナルコンビニなんですが、そこにたどり着いた時点で残りの距離が26キロになります。なので、そこから歩いたとしても、おそらくね、ゆっくり歩いても6時間半ではつけるんですね。なんで、そこで、そこの時間によってね、今日、行けるのかどうかが決まってくると思います。四万十川2つに分かれてるけど、右手の小さい川は何て言うんだろう。川沿いはね、結構風がありますね。おかげで涼しく走れています。ウケるな。朝走りたくねっつってた四万十カントリークラブ、着いたわ。なししって、それはさすがに読めへん。はい、休憩できる公園がありますね。遍路小屋もあります。自動販売機もトイレもあります。やっと数字的に現実味を帯びてきたな。ファミキルムシ発見。懐かしいな。これね、結構レアいんだよ。もう長野県じゃ見なくなっちゃったな。四万十市、心臓淵かな。いやー、ガチ山だ。登る。すげえ熱い。やられた。やられた。これスーパーロングトンネルだ。多分 1.6 キロぐらいあるやつ。俺マジで歩道があるか昨日心配だったから調べたんだよね。うん。全然バッチリ通行可能です。思い出しました。今目田トンネルですね。こいつがね、1.6 キロで、なかなか長いです。まあ、なんていうか、トンネル嫌いっていう人結構いるみたいなんですけど、私はそんなに嫌いじゃないですね。だって、涼しいし、うん。たまに、臭いっていう人いるけど、私はそんなにどんな山奥のトンネルでも臭いと感じたことはないですね。うん。あと、まあ、暗かったり、うるさいっていう問題があるんですけど、まあ、そっちはね、対処ができるんですよね。まあ、耳栓したりさ、あとはライト使ったりね、すれば対応できるんで。ただ、どうしようもないのが狭いことですね。本当に、狭いトンネルだけはマジで気をつけなきゃいけないんで。あと、まあ、狭いのと同率1位で困るトンネルが、歩行者 NG のトンネルですね。まあ、NG なら NG で、仕方がないんですよ。他の道を取るっていう方法が取れるんで。なんで、場合によっては、もうめちゃめちゃ狭いのに歩行者通れますって言ってるトンネルが一番苦労すると言えるかもしれないね。ラッキー。街っぽくなってる。ここは一ノ瀬ですね。目指せ、土佐清水ジオパーク。やばいな、これ。すごいいい景色だよ。絶対トトロ住んでんじゃん、ここ。
すげえ綺麗だな。本当に美しい川が。まあ、聞く人によっては失礼に聞こえちゃうかもしれないけど、本当にね、四国には、私がね、ちびっこの頃の自然がマジで残ってる。むしろプラスアルファだね。見たことない虫とかさ、動物がたくさんいるんだよ。本当にね、ここに来て感動しました。四国はありがとうですね。それと同時にね、私が住んでるのは結構長野県の山奥のあの方なんだけどな。それともすげえスピードで自然がなくなってるんだなっていうのを本当に実感しましたね。はい、土佐清水の街並みが見えてきましたね。とは言っても、まあ、ここも土佐清水の中でも外れてる方だと思いますけどね。コンビニが見えます。これはね、足摺岬へのおそらくファイナルコンビニです。まだ足摺岬までは 25.6 キロありますけどね、非常に長い距離ありますんで、ここでトイレ寄らせてもらって、あとは食事と飲み物をね、できるだけ整えます。ここに12時半前にたどり着けたのすげえ偉いよ。やったな、黒島。俺はほぼほぼね、勝ち確と言っていいかもしれない。他のもの全部歩いても、おそらく7時までには着けるでしょう。四万十市に続きね、この土佐清水市も川がめちゃめちゃ美しいな。ほんと海みたいだね。こっちにもすげえ広がってる。さて、ファイナルコンビニでね、とんでもねえ量買ってきました。あ、もうクーリッシュ買ったのバレちゃったじゃん。もう、計算するのめんどくさいからね。いちいちご紹介はしないですけど。やべ。とんでもなく綺麗な。ここの辺りにはね、ウミガメが産卵に来るらしいです。多すぎやん。こりゃあれやるしかないな。イェイ。近く入ってからもさ、海の種類が全然違うんだよね。ここ下の海の景色もそうだし、今日通った大型の景色もそう。あとは室戸岬もそうだし、田の浦の海もそうだった。全然種類が違え。四国ってすごいな、本当に。え、ジョン万次郎ドラマ化すんのって思って見てみたら、目指せかい、実現してないんかい。あぶねえ。今は日陰だからいいけど、さっきもう日が強すぎて暑すぎてフラフラした。マジちょっと危ねえな。今日はほとんどでかい道を来てるんですけど、初めてかな、初めて遍路道に入りますね。若干多分ショートカットできるんだと思います。さっき大きな道が片側通行になってたんですよね、工事してて。そこで私が通るんで、工事現場のね、おっちゃんと一言二言話したんだけど、その時にやっとね、意識がなんか繋がりましたね。それまでもう本当にボケーっとしてて、暑さと疲れで、なんか自分の思考回路が途絶えてて、もう動物的な本能だけで前に進んでましたね。ちょっと危ないかもしんないな、本当に。無理すりゃいいってもんじゃないからね。はい、こちら。大木海岸ですね。本当に美しいよ。綺麗だな、もう色がさ、沖縄の海みたい。沖縄行ったことないけど。ここら辺はね、サーフィンしてる方もいるしね、ちらほら。あとキャンプしてる方もいるね。気持ちいいだろうな、こんなところ住んでたらさ。亀もいる。足摺岬までの3分の1来た感じですね。白目向きながらふらふら歩いてた割には2時間かかってないですね、ファイナルコンビニから。なんでね、まあこのまま行けば6時半がね、硬いんじゃないかなと思いますけど、ワンチャンもうちょっと涼しくなってきたら走りたいな。金剛福寺は左に曲がるように指示がありますね。どまっすぐ行くと、土佐清水市街に出るんですよね。なんでそっち行けばね、コンビニもあるんですけど、そっちをお勧めしている人は誰もいないんで、おそらく道が大変険しいし、まあ、事実若干遠回りなのはありますね。なんでそっちは行きません。私は指示通り左に曲がっていきますね。これからね、お遍路考えてる方は、あの赤い箱見逃さないで。金剛福寺への道はマジでね、あいつが生命線です。本当に、私がご説明した、ファイナルコンビニが食べ物を得れるところとしてはもう最後なんでね、自動販売機で飲み物を摂取していきましょう。ただしね、ノーマルな水とかお茶は避けた方がいい。水中毒になっちゃうからね。13キロか。なんか、残念でもあるな。手の届く距離になると。はい、なんか遍路道の指示がありましたね。左下。Google ナビは全く逆方向。こっち行けって言ってますけどね。はい。私は、どちらかというと、遍路の標識に従っています。あ、ここら辺の山道降りてきたんですけど、結構入り組んでて分かりづらかったですね。そういう時は、Google マップを見るより、本当の書いてある遍路道の指示に従った方がいい。嘘やん。なんか道間違えてるわ。だってこの毎日笑顔さっき見たもん。Life is happy。まあ、決して嘘ではないですね。こっち側に行くと、
大木方面に行くのは確かだし、こっち側行くと遍路道があるのも確か。そう、ここの下の剥げてしまってるテープで岩本寺と書いてあったんでしょうね。はい、仕方がないです。思い通り行かないのは誰かのせいじゃない。今度こそ私が通るべき遍路道ですね。はい、ナンバー38とあります。これおそらく海外の方が書いてくれたんでしょうね。うん、行きましょう。これはなんか久しぶりの感覚だな。しばらく普通の道で来てたから、これは荒っぽい。おお、綱も久しぶりに見たな。ここはね、結構険しいんでしょうね。険しさ以前になんか荒れ具合がやばい。すげえな、丁寧に書いてくれてる。エンシェントロード、こっちはもう古代の道だよってことですね。はい、普通の道行きましょう。おお、美しい。やばいやばい、これは完全にトトロの道ですね。そう、あのエンシェントロードを選んでたら私はこの道に巡り合うことはできなかったんですね。うん、四国のお遍路の面白いところはどの道を選んでもいいところですね。たくさんのルートがある。私は特にこだわりがないですね。本当に霊場を巡ることが大事だと思ってるんで、ルートに関してはまあその時その時で、例えばさっきみたいに遍路道を選ぶこともあれば、その今回みたいな普通の遍路道を選ぶこともあります。なんでね、あまりこだわりがないですね。ガイドブックも持ってないし。でも本当にどんな道を選んでも間違いではないんですよね。うん、もうお遍路をしてる時代で、それの時点でね、素晴らしい旅なんです。例えば、歩き遍路、自転車遍路、車遍路でも、全然コースが違うわけですからね。それでも、それがどんな価値があるかっていうのは誰かの視点で決められるものじゃないからね。うん。みんな違って、みんないい。工事中や。人間行っても大丈夫だってさ。すげえな、ここも絶景だよ。今君の目にいっぱいの未来。すげえ、お魚工場だ。これなんか作ってんのかな、煮干し的なやつ。はい、なんかプチ漁港みたいなところに出てきましたね。ここもね、私あのチェックポイントとして考えていて、ここはファイナルコンビニから足摺岬への3分の2の点ですね。なんであともう3分の1で終わりです。残り 8.8 キロですね。まああと2時間ちょっとあればもう金剛福寺にたどり着けるだろうっていうところでありますね。はい、多分ね、なんか商店とかないと思います。ワンチャン自動販売機があればいいかなぐらいですかね。ちょっと見てみましょう。こちらクジラの池取りで有名なんだって。なんか天気が不穏ですね。今日は雨降らないと思うけど、明日以降ね、雨が降るかどうかは微妙ですね。四国お遍路にとって、例えば霊場の位置であるとか、お宿の位置であるとか、あと自分の体力っていうのはものすごくね、どこまで進むかっていうのを決めるのに重要なファクターなんですけど、この天候もそうですね。天気が悪いと進める距離が短くなりますから。悪い情報としては、おそらく右足の裏に豆ができてますね。うん。左足が状況がひどかったから、かなりマークしてたんですけど、それでもね、右もちゃんとケアしてたんですよね。それでもね、今結構強い痛みがあるんで、おそらく豆ができてると思いますね。宿に着いたらよく見分したいと思います。しばらく何もない道を歩いていますね。峠道ですね。民家もないし、自動販売機はもちろん商店もないし、うん、何の建物もない。うん、人通りもないし、車通りもありません。海も見えないね。はい、ちょっと開けたところに出ましたね。はい、今後福島で、あと1キロです、いよいよ。いやー、来ましたね。たどり着いたな、足摺岬、そして今後福島。なんかね、意味不明な感情が湧いてきてます。終わんないでほしいって思うんですよ。不思議なもんだな。こんだけ長い距離だったのに。これか。金剛福寺へのラストはこの樹木のトンネルが待ち構えていました。お前らよく走ってきたなって言ってくれてるね。おう、黒芝よく走ってきたな。素敵だね、気持ちいいよ。ほんと日が暮れる前に来れてよかったな。万次郎、たどり着いたぜ金剛福寺。もう門が閉められちゃってるからね。こちらで失礼します。38番霊場金剛福寺合唱礼拝。黒芝、船虫がすげえいっぺいんな。黒芝、よくやったな。イエイ。大師様、今日も本当に無事旅させていただいてありがとうございました。おしゃれな道だね。これも金剛福寺さんの計らいかな。ここら辺はね、イノシシ出るらしいから皆さん注意しましょう。
さて、民宿に急ぎましょう。お父っつぁんが心配してるといけないから。おお、すごいすごい。温泉宿が意外といっぱいあるな。万次郎、足湯もある。お宿ではめちゃめちゃ美味しいお夕飯を用意してくださっていました。お父さんお母さん、マジでありがとう。はい、それでは明日の私に対して伝言をしたいと思います。一つ目、すまん、やっぱり右足の裏に水ぶくれができてしまっている。お遍路初日にできたやつぐらい重症ではないけれども、ほっとくと大変なことになるからちゃんとケアしてほしい。2つ目、豆ができた状況で悪いけど、明日はできれば頑張って円光寺まで行ってほしい。3つ目、どうしても無理だったら三原村で宿泊するしかない。それじゃあ明日も頑張れ。はい、ランニングアプリケーションたったのコーナーです。今日は久しぶりにスタートから最後までちゃんと起動してました。いや、しかし投げ距離だったな。これはダメージ甚大なのもまあわかる。明日以降はあまり無理しないように旅のプランを考えた方がいい。